地図と塚球場は1902年に早稲田大学が設けた野球場。日本野球の早々期、学生野球を中心に使用され、日本で初めて照明を設置し、ナイターが行われた。後に安倍球場と解消。1987年末に閉鎖され、現存しない。跡地は早稲田大学総合学術情報センターとなっている。明治時代後半。 学生野球熱が高まる中、早稲田大学で1901年に野球部が結成され、翌1902年10月、戸塚球場を開設した。開設にあたっては、初代野球部長、安倍伊藤が、大学の創設者、大隈重信を、日本の国際化に、野球の発展は必要と説得したと言われている。球場の予定地は、穴八万宮付近などが、候補に上がったが、 野球が教育の一環であると考えた安倍は大学に隣接していた戸塚村の農地に着目し、地主たちに借用の話を取り付けた。今日の感覚にすれば一大学の野球部のホームグラウンドであり、練習場にしか過ぎないが、当時は日本の野球早々期でプロ野球もなく、大学野球が人気を集めていた頃であり、かつ本格的な野球場が少ないこともあって、 慶応義塾大学の三立な町球場と共に東京の代表的な野球場だった。1908年11月22日には戸塚球場でアメリカ合衆国から来日した米大リーグ選抜チームであるリーチオールアメリカンチームと早稲田大学野球部が対戦した。この時に早稲田大学創設者の大隈重信が日本野球史上初となる始球式を行い、 早稲田大学首相だった山脇正春を相手に一級を投じ、その球を山脇が空振りしたことが現在に伝わる死球式の形態になっているとされる。海外チームとの招待試合や1914年からの3大学リーグ戦が開催され、1925年8月には観客のためのスタンドも設置。同年秋から始まった東京6大学リーグ戦にも使用されたが、 1926年10月に明治神宮野球場が完成すると舞台は神宮へと移り試合数は次第に減少していった。しかし1931年の新語大学野球リーグの結成式を呼び結成記念試合を行ったりさらに1936年にはこの年に始まったプロ野球の試合も行われた。戸塚球場は 四つの日本書の試みが行われた場所としても歴史に名を留めている。1908年11月22日に日本初となるアメリカ合衆国大リーグ選抜チームと日本のチームによる国際親善試合が開催され、その際に始球式も日本で初めて行われた。1931年6月30日には、 総代理工学部の山本忠興博士の牢により、日本初のテレビジョン放送の実験が、球場と早稲田大学電気実験室との間で行われた。1933年7月に日本で初めて照明設備を設置した。1930年頃からアメリカのマイナーリーグで照明をつけたナイターが行われたことに触発されたもの。 1>, 1 5キロワット電灯156個を高さ30.6メートルの鉄塔を6機に取り付けたもので走行費は6万円だった。観光後の7月10日には総大二軍隊、総大新人戦が日本初のナイターで行われた。試合は11から2で二軍が勝利したが、9回までは行われず7回で打ち切りになった。この試合には当時の文部大臣、鳩山一郎が 始球式に臨んだ。1936年7月に本球場で開催された日本職業野球連盟結成記念大会を NHK ラジオ第一放送が実況中継を行った。これは日本初の職業野球のラジオによる実況中継放送であった。しかし、戦時色が強まる中で1941年4月に戸塚球場を戸塚道場と 解消、さらに1943年6月には、鉄製スタンドと照明灯を撤去。同年10月16日には、出陣学と走行総計戦が行われ、戦地へもむく総計の学生たちが発給を負った。空襲により抗衣室、バックネットなどに損失を被ったが、終戦後戦地から帰ってきた学生たちにより活動を再開した。球場後に建設された。 総合学術情報センター1949年、東京専門学校時代に講師を務め、野球部創設時に部長を務めた安倍伊藤が死去すると、その功績を検証して安倍球場と解消された。神宮球場の接収解除に伴い、東京六大学野球の公式戦で使われることはなくなったが、夏の甲子園東東京大会の会場として多く使われた。 1987年11月22日の、さよなら安倍球場全総計戦をもって球場は閉鎖され、早稲田野球部の練習場は、東伏見野球場11月より、安倍総記念野球場に改称、東京都西東京市へと移転した。スタンドの取り壊しは1989年。跡地は現在、早稲田大学総合学術情報センターが置かれ、中央図書館、 国際会議場などが入っている。センターの入り口に安倍と初代監督、日田水州の共造が置かれている。この2体は、球場のセンター広報にあったもので、球場閉鎖後もこの地に残すことを大学と野球部の協定で決めたものである。閉鎖時の施設とは一致しない可能性がある。東京都新宿区西和世代1丁目201936年下記の 東京大会トーナメント戦が開催された。ありがとうございます。